皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。捜査局チャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。今回なんですけれども、また自動車保険の満期の時期がやってまいりまして、先日、更新はしたんですけれども、前回の更新でですね、この車にはドライブレコーダーが特約でついたわけなんですけれども、そのドライブレコーダーなんですけれども、今回そのちょっとアップグレードしませんかということで、プレドラという、プレミアムドラレコのやつにちょっとね、保険をアップグレードをしたわけなんですけれども、この保険、三井住友海上さんなんですけれども、このドラレコの特約をつけて3年経つと、そのドラレコの特約の割引が 30% 効くということで、そのプレドラ、ちょっとプレミアムなドラレコにアップグレードしても、30% 割引効きますんで、こちらのようなお値段になるということなんで、どうですかということなんで、ちょっとアップグレードしてみようかなということで、今回、そのプランに変えました。で、このドラレコには、一般のドラレコとはちょっと違う、事故緊急自動通報サービスっていうのがありまして、ドライブレコーダーが一定以上の衝撃を感知すると自動でセンターの方につながって、事故の初期対応をしてくれるというサービスなんですけれども、幸いにしてこの3年間はそういうことを使わなくて、済んだなということですね。で、今回届いたのがこちらですね。プレドラと入ってますけれども、プレミアムドラレコなんですけれど、何がプレミアムかっていうのをね、これからちょっと開けて見てみたいと思います。箱を開けますと、まずは初めにお読みください。で、用語解説みたいなですね。それから、これは出張ドライブレコーダー取り付けの、案内ですね。それからこちらは、自分で取り付ける場合の取り付けガイド、それから、この新しいドラレコの、ご利用ガイド、どんな機能があるかとかでしょうね、これね。そして、こんなものがついてますけれども、これは今ついてるドラレコを外すための道具ですね、これね。この糸入ってますけど、このブラケットは結構強い接着剤でこうフロントガスにくっついてたりするんで、それをこう糸でギギギッとこうね、剥がすものと、このスクレーパーもついてますね。ドラレコ本体なんですけど、取り捨て、取り付け時の注意事項、ドラレコ本体ですね。まずは電子がソケットの配線ですね。ただ前回つけた配線がそのまま使えるらしいんで、自分はこれを使わなくてもいいみたいです。それから配線クリップですね。それと、マイクロ SD カードのこれアダプターですね。そしてこれ、マウンターですね。これまでは交換する必要があるみたいですね。というわけで、今回のドライコン本体はこちらですね。こちらにカメラがついてますけども、今回何がプレミアムかと言いますと、これをこう裏返すとこうなって、ここにもカメラがついてます。インカメラもついてるんですね。これによって、車内の方から車の後方までこう見渡せるようなアングルが取れる感じかなと思うんですけど、でこちらが通報のボタンですね。これを押すと、オペレーターにつながったり、事故が起きた時の衝撃とかを感知すれば自動で通報もされるというところですね。で、これちょっと持った感じ、なんかちょっと重てえなと思うんですけれど、それには理由がありまして、今回ですね、この表面になんかこんな変な端子がついてるかなと思うんですけど、これブラケットの方にもあってですね、これがですね、こう、ブラケットにガチャッとつくんですけど、なんと今回ですね、このドラレコ自体がこのパッとこう離せるということで、
これを持って、車外に出て、その事故の状況とか、まあ、破損箇所とかをね、このカメラで撮りながら、オペレーターとこう話ができたりするということのようですね、これはね。はい、それから、まあ、前回のドラレコになかった機能としては、駐車監視機能ということで、こう車が止まってる状態でドンと当てられた時とかなんかには自動で録画開始されて、まあ映像を残すという機能もありますね、これはね。はい、でマイクロ SD カードないなと思ったらもう本体に入ってました。これ 32GB のマイクロ SD がすでに本体にセットされてます。はい、でまあ本体がねこうちょっとでかくて、重い理由は、まあ、これにあのバッテリーが乗っかっているからなんですね。まあ、そのブラケットから外してこう車外に持ち出すことができるということなんで、まあ、これ自体で機能を持たせるためにこのバッテリーが乗っかっているということなんで、まあ、ちょっとねちょっとずっしりきてますこれは。はい、じゃあ何はともあれこれ取り付けやっていきましょうか。はい、じゃあまずはケーブル外しまして、あれほっ、はい、取りました。でドラレコのブラケットを外しますけど、これですね、この糸、これを粘着部の下に入れてゴリゴリってやると多分取れるんでしょうけど、ちょっと難しいかな。切れました。なんとか糸は通りましたけど、これ綺麗に剥がれないかもしれない。はい、こんな感じで粘着していった方が残っちゃいましたね。まああとはこれ気合で手で剥がそうかなと思います。はい、はい、一応手で剥がしたんですけどちょっと跡が残ったんで、そこは無水エタノールで拭いてきれいになりました。はい、はい、じゃあまずは取り付ける前にこのケーブルをあらかじめ専用のブラケットにつないでおきます。はい、とこれに挿しておきまして、シガープラグに電源を差し込みます。でまずはこの状態で1回エンジンをかけます。はい、ちょっと本体とブラケットのなんか接触がちょっといまいち良くない感じはするんですけど、はい、一応セットアップの画面が出ましたね。はい、はい、はい、取り付け位置の設定、次の画面で撮影範囲を確認したら取り付け位置を決めてくださいと。そしたら位置を決めるんですけど、まあ前とだいたい同じところでいいかなとは思うんですけど、今回はこのインカメラがついてるのでこのルームミラーとね、こう干渉してこのルームミラーの影になっちゃったらあまり意味がないんで、まあその辺を考慮してまあこの辺かなっていう感じはしますね。はい、じゃあこの辺で次にしましょうか。はい、一応決めたらまず取り付けブラケットだけをここにつけます。
はい、というわけで本体の取り付け自体は終わりました。もろもろ設定もやったんで、これからこの配線をしていきます。はい、はい、まあ、配線とは言っても、まあ、前回とやってることは同じなんで、この内張りの中に配線隠したり、ウェザートリップをちょっと外してそこに配線したりですね。はい、はい、というわけでドラレコ取り付け完了しました。まあ概ね、30分弱ですかね、作業時間は。はい、というわけで、試運転ちょっと行ってみましょうかね。はい、というわけで帰ってまいりました。まあ、ちょっとガソリン入れに行こうかと思ってたんで、まあ、その道すがらをですね、まあ、ドラレコのテストがてら行ってきたわけですけれども、まあ前回のドラレコと、まあ、画質的にはそんなに変わってないのかなという気はしますけれども、まあ、このドラレコに入ってる SD カードは32ギガになってるんですね。あの前回のやつは8ギガ入ってたんですけれども、その32ギガの SD カードを差しといて何時間録画できるかっていうと、まあ3時間30分くらいなんですね。まあその SD カード容量上がってるから、まあ画質も相対的に上がってんじゃないのかと思うかもしれないんですが、まあこれはあの、アウトカメラとインカメラで両方をまあ同時に録画してるので、容量がそれだけ倍になっちゃうということなんで、その対策としてまあ32ギガの SD が下がってるんだと思うんですけれども、はい、でこのドラレコは、安全運転支援アラートという機能があって、例えばこうふらつきが多いですよとか、急加速が多いですよとか、急減速が多いですよとか、あとは急ハンドルが多いですよっていうのをね、このカメラに内蔵しているまあショックセンサーが入っていると思うんですけども、それで検知してこう教えてくれるという機能もありまして、まあこの新しいドラレコになってからの機能が、まあこのインカメラを使って、例えばドライバーがちょっとこうなんか眠そうにしているという感じの動作をしていれば、そのアラートを出してくれると。で他には脇見ですね、こうでも左右のこういうやつはちょっと検知しないで、まあ、これ安全確認と同じ動作なんで、このちょっとこう下向いたりしてる感じをこう検知して、アラートを出すみたいですね。はい、それから携帯を使ってるとき、こう耳に当ててこう喋ってるような動作を検知して、アラートを出すみたいですね。
あのこうやって手に持ってこうちょちょちょってこう何かやってる動作には反応しないみたいなんですけど、まあこの携帯電話機ですね。でまあ前のドラレコは結構なんかそのGセンサーがちょっと敏感だったのかどうか分かりませんけれども、特にこの急ハンドルとかは結構敏感に反応しちゃって、普通はこう何回かその急ハンドルを検知した時にそのアラートが出るんですけど、ほぼほぼカーブ曲がるたびに急ハンドル急ハンドルってこういうアラートが出ちゃったりすることもあったんで、それはちょっとおかしかったんじゃないかなと思うんですけども、まあ、このドラレコに関してはその検知感度ですね、それをある程度こう、設定できるので、そのアラートごとの検知感度をこういろいろ設定すれば、そのなんかこう頻繁にアラートが出ちゃうっていうことはないんじゃないかなっていう感じがしますね、はい。ただまだこう設定はいじってませんけど、明らかにその前回のドラレコよりもその、この急ハンドルのアラートは減ってます、はい。でまあ、そのアラートを検知したものを後から確認できるポータルサイトがありまして、そこにログインすると、何時何分にどういうアラートが出たっていうのがこうリストになって出るんですけれども、最後の検知した場所をクリックすると、そのピンポイントでどこで検知したかまで、マップ上で、分かるようになってます、はい。まあ、これは前からあったサービスではあったんですけれども、そのどこから走り始めてどこまで行ったっていう、ルートまでこう完璧に分かります、はい。なので、まあそこでちょっと安全じゃない運転をしちゃったなということをね、後で振り返ることができるようになってます、はい、はい。というわけで新しいドラレコの取り付けと回し運転でございました、まあ、この機能がね、まあ、使わなくていいんだったら使わなくていいんでしょうけども、まあ、転ばぬ先の杖ですから、まあ、備えとしては あってもいいんじゃないかなと思います、はい。でまあ、冒頭でちょっと触れましたけども、このドラレコはまあ、レンタルなので、まあ、毎月こう保険料に上乗せしてこうレンタル料がかかるわけなんですけれども、まあ、自分の場合は3年間前の機種を使った上でのこう切り替えなんで、まあ、若干割引が入ってですね、 30% ぐらい割引が入って、ちょっとお得に取り付けることができるようになってるんですけれども、まあ、新規でもね保険料に上乗せしてこのドラレコをつけることができるということなんですけれども、まあこれを高いと見るか安いと見るか、まあ長い目で見ると、まあ、当然高上がりにはなると思います、はい。当然その保険料に上乗せした分のこう長く続けることよりも、その上乗せした分の値段でドラレコ買えちゃうよって考える人は、まあそれ買った方がいいと思うんですけども、まあ一応事故を起きちゃった時に、そのね、すぐにそのオペレーターとつながって初期対応ができるという、まあ利点はあるので、まあそこはいいんじゃないかなと思います。はい。というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンも、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。